っとこれズボン。ああ、ありがとう。どうだった？ちょっとね。あ、痛い痛い痛い。別にあれでしょう、どうでもいいですよね。何が？見た目とか。あ、すごいじゃん、いいじゃん。うん、これでいいよ。うん、いいよ、これで。うん。これでまたこう、ひどくなっていかなきゃ。なんか当てしたの？歌、裏。当て直した。あ、ほんと、やっぱりな。うん。うん、して、こうやって見たらさ、見えるかなと思ってたんだけども。うん、大丈夫、大丈夫。うん、こっち見てみて。うん。こっちの穴のがちっちゃかったから、ね、うん、こっちはちっちゃいんだよね。それでいい？うん、うん、大丈夫大丈夫。お、ありがとう。よかった。うん、よかった、うん。すごい自信あったんだ、知ってる？知ってる。ちょうど、まあ、お父さん。9時半ぐらいだったかな。うん、お父さん寝てたんだよね。結構揺れたね。揺れた、すごかった。結構はっきりしたさ揺れ方したからさ、あ、これちょっとまずいなと思って、しばらくしたら収まったもんね。それでも震度4、ここ3って言うんだったな。一番なりが震度4でね、あれはちょっと3であんなに揺れたってことは4だったら相当揺れたなと思って、ね、ずっとだいぶ前にもああいうふうに揺れたのかな、覚えてるのがあるんだわ、一回、うん、だいぶ前だった。こうで、お父さん寝てたんだわ、うん、私テレビ見てて見たらグラグラグラって揺れてさ、うん、ってお父さんその揺れたので目が覚めやって、あ、こうしてテレビ見てたらしばらく出てなかったんだよね、うん、あれと割と早く字幕で出るんじゃん、うん、で、あ、出ないなと思って様子見てたらちょっと時間かかって、うん、でニュースで出てくる。